はい、FX の相場解説です。今年も最後の1週間になりました。昨日はですね、昨日まではセルで取り続けてきたんですけども、今週も基本戦略はセルですね。大きな流れから見ていくと、右肩下がりになっているのがよくわかりますんで、1時間でもね、セルを仕掛けていこうと思います。じゃあ画面を切り替えて、昨日はね、セルの中でもちょっと違った展開になりましたんで、それについて話していこうと思います。はい、このようになりまして、昨日違った展開になったよっていうのはここなんですよね。ここ、はい、というのがね、こういうふうにセルで入ってきて上昇はしたんだけども、今までの額面通りならこっからねもう一回下落の方に向かうと私は思っていたんですよ。ただそうではなくって上昇の方行ったじゃないですか。だってこのあれですよ、圧力があるのにですよ、これをなんかこうかいくぐってこの辺りまで来たわけですよ。ただやっぱり売りの圧力があるのは確かなんですよね。売りの圧力があったんで時間はかかったけども、やっぱりこう一方的な売りに転じたわけですよ。で、あとここからですね、こっちで思い描いたように売りに入るのかどうかなってところを見ていかなくてはなりません。移動平均線は完全に下向きになったわけですよ。だからセルで入って間違いないと思いますし、むしろね、今からじゃなくてもっと早くセルで入っておけよって話じゃないですか。十分これ上の方に来たわけですからね。だからもう一回整理しますとね、いろいろ書いてすみませんけど、売り反転の限界値をここに取っておくべきだったわけなんですよ。ここに達するか、ここに近づいたら売りを仕掛けていくんだよってことですよね。買いの限界値なんですよ、ここが。ここからだから売りの圧力しかないですから。だからひょっとしたらこういうふうに考えて売りを取っている人もいたかもしれないですね。このゾーンに入ったら、このゾーンですよ、このゾーンに入ったらセルで入るぞみたいにね、考えていたかもしれません。その場合ロスカットここに引きます。プラスもっと慎重な人はもう1玉入れますね。1つの玉ポジション取りますね。それはロスカットラインを下に設けて倍の方に予約をかけておくっていう方法ですよね。というのがね、ここを超えたら大きく上に行くよっていう線、もうお分かりだと思いますけども、これなんですよ。ここを超えたら跳ね返さずに上抜けたら、これはねかなり上に行くんですよ。それこそここの抵抗も突き破る勢いになってるってことですからね。ですから倍ってものを考えておいてもいったかなと思いますけども、ただその可能性は少ないんですよ。全時間軸が右肩下がりですから、だからやっぱり従っていくのかなと思いますよね。はい、ではここからなんですけども、やっぱり基本戦略はセルですね。ここから一応ね、売りの勢いは一旦止まってます。だから小康状態を保つんだろうなと思いますけども、結局はこれセルに向かうんじゃないかなというふうに思いますね。ですので今日もね、セルの方向で見ていきましょう。ちなみにデイリーから、これデイリーですけども、右肩下がりでしょ。で、一番右の陰線は大きな上髭が出てるじゃないですか、ね、だから下がる要素満点なんですよ。4時間はどうでしょうか。大きな上髭出てますよね。それからサンバガラスとはちょっとね言い難いんですけども、似たような形になってます。陰線ですよね。ただ1つ目の陰線、2つ目の陰線、3つ目の陰線考えると、どんどんね半分ぐらいの大きさになってるでしょ。だからセールへのボラティリティが抑えられてきたのかなっていうふうに見ることもできるんですよ。まあ、ですんでね、今形成中の一番右側のこれね、これですよ、今大きくなったでしょ。これかなり注目ですよね。なんか横ばいに一旦入るような気がするんですよね。で、本日は以上です。ありがとうございました。ちょっと切ろう。はい、ありがとうございました。